信じらんねえ。オーダー、納得しましたか、オーダーさん。ええ、俺の、負けですよ、社長。どうなってる？あんたも承知で織田に俺を試させたってことなのか？ええ、織田さんは私にとってかけがえのない片腕です。だから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありました。そうかよ。俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜ。さっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた。立花、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた？その理由は何なんだ？いいでしょう。ですがその前に、あなたはこの神室町という町を何と見ますか？神室町？さあな、質問の意味が分かんねえ。私はね、桐生さん、この町は堂島組をはじめとする東条会の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこからあふれる甘い汁は全て東条会の極道たちに吸い上げられる。何が言ってんだ？東条会が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。なんだと？金は力。私は自分の力がこの先どこまで東条会に迫れるか試してみたい。ですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一粒を手に入れて神室町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体？桐生さんがご存知かどうか、東条会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に、東条会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。東条会の内通者ってことか。誰なんだそいつは？あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、東条会直系堂島組若頭、風間慎太郎です。なんだと？おやっさんが？あなたは堂島組の若頭補佐、久世さんから風間さんをスパイするように言われましたね。風間さんの隠し持つ殻の一壺の情報を探れと。
風間さんが隠し持っていた情報、それは空の一坪の所有者を見つけ出すことのできる人間、つまり私のことです。あんたが。我々は空の一坪をめぐる争奪戦で、あの堂島組より大きく先へ進んでいる。いずれそのことを知れば彼らは激怒するでしょう。本気で潰しにかかってくるはずですが、それを承知であなたが我々と手を結ぶことを他ならぬ風間さんが望んだ。私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前、あの人が刑務所に入るよりも前のことです。風間さんは久瀬があなたに近づくことも、あなたが組にいられなくなることもほぼ見通していました。まさかいくらおやすさんでもそんなことまで分かるわけないだろう。風間さんは堂島組どころか東城会という組織で頂点へ上り詰めるだけの器量を持った人間です。その懐はあまりに深い。風間さんにとってあなたの周りに起こることを予測するのはたやすいはずです。そしてその風間さんが空の一坪を手に入れる目的はということじゃない。あの人はもっと大きなもののために絵を描いてるはずです。だったらなんで今おやすさんは無所に入ってるんだ。それすらも風間さんの計画のうちではないかと私はそう信じています。なんだと。バカな。ご理解いただけましたか、桐生さん。立花、あんたがおやすさんの意思を託された人間だって証拠はあるのか。風間さんがおっしゃるにはこれがその証拠になると。これはあなたも見覚えがあるはずです。風間さんが沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。おやすさんがあんたにこれを渡したのか。あなたにお渡しするよう預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しください。すべてが片付いた後で。フォルニアはまだおやすさんって人がどういう男なのかまるで分かっちゃいなかったってことか。だがあの人が俺に何かを望んだら、俺はいつでもそのために命張る覚悟だ。あの日おやすさんに逆らって極道になった時からそう決めていた。ではこれからどうぞよろしくお願いします、桐生さん。
険ですのでこちらはお預かりいたします。ありがとうございます支配人。なぜこの野郎警察に突き出してやる。さばきろ君。お静かに。こちらのお客様はご覧の通り店内での違反行為を繰り返し皆様へご迷惑をおかけしました。本来ならばこのまま警察へ出頭していただくべきだと存じます。ですがどうかそれはご容赦願えませんでしょうか。え、なんだそんな。こちらのお客様、このまま警察へ突き出されればこれまで築かれた社会的地位を失うことになりましょう。一時の気の迷いに対する報いとしてはあまりに酷ではないでしょうか。そこでお客様に一つお願いがございます。俺に？はい。夜の世界の流儀として酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです。今日この場のお題すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか。蒼天製薬営業本部長様ともなれば年間接待費は億を下らないはず。あ、それ俺の。いつの間に。お客様を犯罪者にしたくない。ですが他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい。すべてはこの私のわがままです。どうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか。わ、わかった。皆さんがそれでええ言うてくれるんならこの場のお題全部俺が持たせてもらう。それで許したってくれんやろか。ありがとうございます。こちらのお客様はこうおっしゃってくださいました。皆様いかがでしょうか。ありがとうございます。皆様の寛大なお心遣いありがたく頂戴いたします。勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手を。では引き続きどうぞお楽しみください。あれがここの支配人。はい。なるほどな。この店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ。彼を見るとみんなそう言います。キャバレーグランドの支配人真島五郎、蒼天堀の夜の帝王っちゅうやつですわ。
支配人、先ほどはありがとうございました。フロアどうや？はい、あらかた元の通りに。ただで飲めると分かって注文がひっきりなしですよ。そうか。いえ、突き飛ばされた斧のやつもこれといって。マキちゃんにはボーナス弾んだれよ。父揉まれて何もなしじゃ、モチベ。はい、それは先んじて伝えておきました。ならええわ。あの暴れてたドアホ、名刺は押さえちゃるが、とんずらこかんとも限らんからな。そちらの方もすでに手配しています。よっしゃ。おおむね問題はないの。なんやねん。先月入ったかなえちゃんなんですけど、ちょっと他の子、特に桜子ちゃんとうまくいってないみたいで。またその手の話かいな。女っちゅうのはほんまめんどくさいの。私からも話はしてみたんですが。な、わかったわかった、俺から。すみません、お手数ですが。
おい、まだ頼んだの来ねえのかよ。あれです。どうしました？なんでもあらへん。お楽しみのところ失礼いたします。なんだ、やっと持ってきた？おお、あんたは艦隊の支配人さんじゃねえか。酒は人の金で飲むに限るよな、まったく。お客様、ちょっとお話があるのですが、ご足労願えませんでしょうか。なんだよ、人が気持ちよく飲んでんのに。お時間は取らせません。どうか。しょうがねえな。他ならぬ支配人さんのお願いだ。さて、ちょっくら行ってくるよ。あの支配人。この方は俺が相手する。お前は仕事に戻れ。はい、わかりました。さあ、参りましょう。はいよ。繁盛してるじゃねえか。ついこの前まで閑古鳥が鳴いてたってのにな。変われば変わるもんだ。何しに来たんや、佐賀。そう邪険にすんなよ、真島ちゃん。ちょいとお前さんの働きぶりを確認しにな。これも仕事だ。まあただで飲めるとは思ってなかったけどな。来るならちっとは行儀をしてくれんか。客が減るっちゅうね。おお、そいつはすまなかったな。ついはしゃいじまったよ。聞いたよ、さっきもご活躍だったらしいじゃない。さすがは真島五郎、蒼天堀の夜の帝王だ。客との喧嘩を見せ物に仕立てて、ついでに飲み代まで取り上げちまうなんてよ、なかなか気が利いてるな。やっぱりお前仇が向いてるって。自分でそうは思わねえの？アホ抜かせ。誰がこんなこと好きでやるかっちゅうね。そりゃお前、今の立場のありがたみってのが分かってねえよ。金も地位も名誉もある。ところや女だって随分寄ってくるだろ。そんなことは望んでないってか。皮肉なもんだ。そんな誰もが羨む立場を得たお前だけがただ一人この町で別の何かを求めてる。幸せってやつはいちいち意地悪にできてるらしい。今日は随分おしゃべりやないか。しけた面のお前を見てたらなんとなくな。でもまあ、この現状をお前が気に入らないのは当然だ。これはお前への罰なんだからな。楽しまれちゃ俺も島野の兄弟もちっと困る。そろそろ本題に入ってくれまへんか。俺はいつになったら極道に戻れるんや、オーナー。何度目だろうな、そのセリフ。どうしてそんなに極道に戻りたいのかね、俺には分からないよ。あんたに分かってもらう必要はない。
今月の売り上げや。この調子なら来月にはノルマの1億達成するで。おお、そりゃすごい。とぼけんな。達成したら島野の親父に俺が極道に戻れるよう口利きする。約束忘れてへんやろな。さあ、そんな約束したっけかな。この件で冗談は通じひんぞ。ダメだ。あと5億稼げ。そうしたら口聞いてやるよ。おのれ。なんだ、殴らねえのか。まあやれるわけないけどな。そんなことしたらお前はあの暗い場所に逆戻りだ。それは嫌だろうからな。これがお前の戻りたがってる世界のやり方だよ。ヤクザがお前みたいな金づる簡単に手放すわけがないだろう。どうだ、やっぱり仇の方がいいんじゃないか。上等や。5億やろうが何やろうが何ぼでも稼いだろ。極道に戻るためやったら俺は何でもやったるわ。ほう、何でも。ああそうや。それが殺しでも。どうした、極道に戻れるとしたらお前は人殺せるの。冗談だよ。いや、意地悪言ってすまなかったな。極道ならいずれそういう山を踏むこともある。お前にそれが分かってるのかちょっと聞いてみたかっただけだから、引き続きよろしく頼むよ支配人。あ、そうだ、一つ忘れてた。ここのホステスにノリコっているだろう。それがどないした。そいつ明日から別の店でやらせることにしたから。ん、即戦力が欲しくてさ。ノリコはここのナンバーワンなんだろ。おあつらえ向きかと思ってよ。本人にはもう伝えてあるからこっちの方はよろしくな。売り上げ落ちないように頑張るよ。なんせあと5億稼がなきゃなんねんだからな。失礼します。あの支配人、今のりこちゃん。ああ、俺もご存知でしたか。なんだってこんな急に。のりこちゃんがいなくなったら売り上げに相当響きますよ。分かっとる。せやけどオーナー様のご決定。そうだったんですか。でもこれからどうす。ったく落ち込んどる暇もあらへんな。よそですか。よそ、オデッセイののぞみちゃんがダントツでしょうね。オデッセイ自体がうちのライバルみたいなものですし。そうか。あの支配人、どちらへ。決まっとるやろ、のぞみをうちに引き抜く。え、ライバル店のナンバーワンを引き抜くってさすがにまずくないですか。夜の世界は弱肉強食。ここでこけたらうちはあっちゅう間に崩れるで。やらなしゃあないんや。店の方はま、わかりました。
お主。そうじゃ。
ようにしとるちゅう。いらっしゃいませ。お一人様ですか？ああ。すんません。ただいま満席でして、少々待っていただいても構いま。かまへん、待つ。ほんますみません。そしたらこちらでお待ちください。まあ、そんな気ぃつかんでええねん。大変お待たせいたしました。一名様。失礼します。タカ子です。おお、こらえらいべっぴんさんが来たな。おおきに。飲み物何飲まはります？ほな、とりあえずシャンパン頼むわ。はーい、こっちは。今日はまたえらい混んどんな。毎日こない繁盛しとるんか？まあ年末っちゅうこともありますけど、最近はみんな強制で同伴させられてるから、その分お客さんが多いんとちゃいます？ほう、そうやったんか。けどそない必死になって同伴させるほど景気悪そうには見えへんけどな。単に意地張ってるだけですわ。意地？最近客の入りでグランドに負けっぱなしやさかい。
今月は絶対に刀全員罰金とかむちゃくちゃ言わはりますねん。なんやそら、自分とこが儲かっとればそれでええやないか。なんでグランドが関係あんねん。うちもそう思うんやけどな。支配人はそう思ってへんみたいで、正直なんぼ同伴したって常連さんも毎日何十万も使ってくれるわけとちゃうし、新規のお客さんを増やさへんと頭打ちなんよね。ほう、なるほどな。それにしてもこの店は可愛い子がぎょうさん揃っとるの。全部で何人くらいおるんや。さあ100人くらいおるんとちゃうかな。今日は40人くらいやと思いますけど。ほんなら知らん子も多いんやろな。せやな、週に一度しか来ん子とかもおるし、同じ席について初めて話したっちゅうケースもしょっちゅうです。ほう、そない新顔がよう入ってくるんか。さすがに人気店はちゃうの。ちゃいます、そんだけ辞める子が多いんです。辞める？なんで？うちは上下関係めっちゃ厳しいですし、ちょっとでも人気出そうな子が入るとすぐ上が潰しにかかるんですわ。競争が激しいっちゅうことか。せやけどそない中でも人気ある子っちゅんはほんまにすごい子なんやろな。そうですね、ナンバーワンののぞみさんなんか毎日開店と同時に目当てのお客さんがひっきりなしに来てますわ。そののぞみっちゅう子はどんな子なんや。のぞみさんですか。ほんまはお、まあ一言で言うと真面目な人で。真面目。そのお客さんの中には銀行のお偉いさんとか、せやからうちらそないな人と話し合わせるために新聞やニュースをいつもチェックしとけって店からうるさく言われ、のぞみさんは特に真面目でやる気のある人やから、そういうお客さんから受けが良くて指名をたくさん稼いでいったんです。名実ともにトップレディっちゅうわけやな。あー、せやけどこの前若いお客さんが来た。あ、今の内緒にしてえな。うちがそないなこと言ってたのが他の子にバレたら安心しいや、誰にも言わへんって。可愛いとこがあるやないか、そののぞみ。